株式市場は今週から9月相場を迎えます。その9月ですが、国内外で非常にイベントが多く、年末相場に向けての重要な月になりそうです。まずは、今週末に控えているアメリカの8月雇用統計が山場になりますが、アメリカの景況感と為替市場の動きが日本株に影響を与える鍵になります。では、そのポイントはどこにあるのか、本編の動画で皆さんと一緒に整理していきたいと思います。 皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。この動画ではテクニカル分析の視点で足元の相場の状況ですとか、今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていってます。このままですね、この動画をご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。それではですね、日経平均の振り返りからしていきたいと思います。 先週末ですね、8月の終わりというところで、まあ、30日、まあ、この日の終値が38,647円というところで、前の週の終値と比べると283円高といった形で、やっこう週足ベースで見ていきますと、3週連続の上昇といった形になっています。まあ、ただですね、足元の状況なんですけども、ちょっとこの部分拡大していきます。こんな形でですね、 紫色のこの点線が、いわゆる3万8000の節目の株価。 で、緑の線が75日動平均線なんですけども、ちょうどですね、この3万8000円と75日動平均線の間でですね、こう推移していって、で、週末にですね、ちょっと取引時間中、この75日線を超える場面あったんですけども、終わり値ではですね、ちょっと微妙に超えられなかったといった形になっています。ただ、こう、もみ合いはついてはいたんですけども、下値の方もですね、こう、じりじりとこう、切れ上がっていますので、反発基調っていうのはまあ、ついたのかな。まあ、そういった形になるかと思います。 でですね、まあ、こ,こから先なんですけども、この75日同平均線を超えられるかというところと、あとはこの価格帯ですね、3万8000円から4万円の間というのは、チャート遡ってみましても、非常にこう、ソク足が密集しているゾーンになりますので、いわゆるこう、戻り待ち入りが出やすいゾーンの中に、日経平均が差し掛かっているという状況ですから、まあ、こ,こから先ですね、ちょっとこう、上値が重たくなるといった展開も想定しておく必要があるのかなと思います。 ただですね、この75日同平均線こちらが意識されてくるかと思うんですけども、ちょうどチャートの真ん中あたり、このあたりですね、春先から6月の半ばにかけて、まあ、大体こう2ヶ月弱ぐらいですね、75日同平均線に沿って株価が推移しているといった展開がありましたので、もしかすると今回もですね、同じように75日線を意識しながらですね、まあ、もみ合いが続くといった展開、こういったところも想定され得るんですけれども、 ちょっとですね、注意しておきたいのが、株価とですね、移動平均線との一致関係になっていきます。ちょうどこのチャートの真ん中あたりの75日移動平均線と株価の関係というのは、3月に高値をつけて、ここから株価がぐぐっとこ下がっていってですね、いわゆるこうサポートとして機能する格好で、こう、揉み合いがついていったという形になっています。足元はどうなのかなんですけども、 一気にですね、株価が下抜けていった後、株価が反発していって、75日線に到達しているといった形になりますので、ちょっとこの動画でもですね、何度となく紹介しています。こちらがサポートという形で、こちらが抵抗、レジスタンスという形で、ちょっとこう、75日線の、ね、役割が違うといった点はですね、気がかりではあるんですけれども、ただですね、順調にこう株価を戻しているといった状況と、あと下段のマック D 見ましても、この0円ラインですね、 ここを越えてきているといったところもありますので、ちょっとこの75日線をですね、こう上抜けて、上値をトライする場面、こういったシナリオもですね、一応想定しておく必要があるのかなと思います。で、この場合なんですけれども、まあ、ちょうどこの前回ですね、75日線で揉み合ったところ、 この時でもですね、ちょっと株価が上振れる場面がありまして、この時は5月の20日、この日の高値が39,437円といったところありますので、さすがにですね、このままの勢いで4万円を超えていくような急上昇といとこを、なかなかちょっと想定しづらいんですけども、少なくてもですね、3万9000台の半ばまでのこう上昇というのはあり得るのかなというふうに思われます。 以上を踏まえてですね、じゃあ、週はしてもチャートの見方変わったのかと言ったところを挙げられるんですけども、こちらは引き続きですね、見方変わっていません。ちょっと抜けそうで抜けない。 この26指導平均線と13指導平均線ですね。ここをしっかり超えていけるのかどうか。超えてくるとですね、中長期的にはこう4万円を超えてくる展開想定されるんですけども、跳ね返されてしまうとですね、こちらもやはりこうサポートとレジスタンスの位置関係ですね。この13周と26指導平均線というのが、こう遡っていくとですね、サポートとしてこう機能している場面がまあ多いというところがありますので、サポートから抵抗として役割を変えてしまうといったところがありますので、ここを超えきれずに下離れ、 動きになっていくとですね、まあリターンムーブという形で、ちょっと下方向に意識、こう、強まってくるのかなと思います。とはいえですね、下段のマック D、このマック D がですね、横ばいで推移しているというところありますので、どちらかというとですね、こう上に重たいんですけども、しっかりですね、こう上に行こうとする意識、こういったところを感じられますので、現時点ではですね、こう、周波して見ていったチャートというのは、そんなに大きな変化というのは見られないのかなというふうに思われます。 ちなみにですね、トピックス、こちらも見ていきたいんですけども、再びこう話、冷やしに戻りまして、トピックスもですね、こう、じりじりと上がっていって、節目の2700ポイント、ここを超えてきたと。で、直近でいくとですね、3月に2800ポイントまで高値つけている場面あるんですけども、やはりですね、75日同平均線、こちらがサポートだったものが、抵抗となる中でトライしようとしているというところと、 あとは、この2700ポイントから2800ポイントというのが、やはりこう、ローソク足が密集している、いわゆるこう、抵抗体として意識されやすい価格像に、これから踏み入れようとしているというところで、ちょっと日経験よりはですね、一歩出遅れているような格好ではあります。MacD のですね、この0ポイントライン抜けというのもこれからといった形になりますので、トピックスもですね、しっかり今週動けるのかどうか、こういったところもですね、注目しておくといいのかなというふうに思われます。 でですね、先週ですね、米国の主要株価指数の比較、こちらもですね、ちょっとチェックしていきたいと思います。先週はですね、いわゆるこう注目イベントとしまして、NVIDIA の決算、こちらを控えてたと言った中で、じゃあ先週のアメリカ株市場のですね、パフォーマンスはどうだったのかといったところなんですけども、ちょっとですね、この S&P500 とかナスダック見ていきますと、やはりこう NVIDIA の決算を控えてですね、 じりじりとこう下げていく場面あったんですけども、週末ですね、n p d i の決算を受けてからは、週末にかけて株価が上昇していると。ニューヨークダウとラスセル2000も同じように週末にかけて上昇しているといった形です。で、パフォーマンス的にはですね、これ昨年末を100としているパフォーマンス比較のグラフになりますので、ちょうどですね、ここを起点としていくと、まだこうニューヨークダウとラスセル2000出遅れてるなといった形ではあるんですけれども、実はですね、 このように8月のですね、相場急落前につけた高値、まあ大体揃って7月ぐらいなんですけども、ニューヨークダウンについてはですね、7月の高値を抜いてきているというところです。で、これに続いてですね、s p 500も7月につけた高値を超えようとしているといった形です。 で、ラッセル2000とナスダックがちょっと出遅れてるといった形です。いずれにしてもですね、エヌビダの決算を受けまして、米国株市場がですね、大きく崩れてないと。むしろ週末にかけて反発しているといったところを踏まえますと、このエヌビダの決算、注目度高かったんですけれども、無難に通過したのかな。まあ、このように捉えていいのかなというふうに思われます。で、先ほどのですね、アメリカ株の指数の動きに、日米の主要株価指数、まあ、日本株ですね、日経紀のトピックスを重ね合わせたものになっていきます。 で、経景のトピックスですね。やはり先ほどですね、冷やしートでも確認したんですけども、じりじりとこのように水準を上げてきているというところです。で、米国株につきましては先ほど見てきた通りです。まあ、NVIDIA の決算を受けてから週末にかけて上がっているというところですで。先ほどですね、グラフになかった半導体関連銘柄で構成されているソックス指数ですね。 こちらも週末にかけて上昇しているといった形です。このことからもですね、NVIDIA の決算がですね、一応はですね、無難に通過したことが改めて確認できるのかなというふうに思われます。でですね、じゃあその NVIDIA の株価どうだったのかといった話も見ていきたいと思います。えー、ご覧いただいているのが、まあ、NVIDIA のですね、冷やしチャートになっていくんですけれども、決算をですね、受けまして株価下がっていったんですが、ちょうどこの50日同平均線、紫の線と青い線の25日同平均線、 ちょうどここはですね、サポートとして機能しているという格好です。ちょっとこの上値ラインからですね、下離れてはいるんですけども、サポートとして機能しているといったところありますので、NVIDIA の株価自身もですね、大崩れはしてないといったところもですね、安心感なのかなと思います。業績自体はですね、悪くないというところもありますので、一部で期待のハードルが高かったといったところを受けて、下売りに押されたんですけども、その後はですね、下にしっかり下がる動きになっていると。ちょっと業績の裏付けがある分ですね、 ここから先にこう仮に下がった場合でもですね当然ですね業績がしっかりしている分じゃあ今の株価とその業績を比べてですね割高か割安かっていう意識が働きやすいので水準感を探りながら下がっていくことになっているかと思いますので、まあ、さほどですね現時点では心配する必要はないのかなというふうに思われます。 とはいえですね、ちょっとこの AI ですとか半導体関連に対する見方というのがこう変わってきてますので、やはりこう注意しておきたいポイントというのもあります。こちらに表示させているんですけども、まずはですね、いわゆるこう AI に対する期待から、まあ、巨額な投資を行っているというところに、期待感からですね、その投資に見合った収益がどうなのよというところに、そもそもですね、このセクターを見ていく視点が変わりつつあると。 そんな中でですね、やはり積極的に現段階で設備投資をしている大手のですね、テック企業。この企業のですね、設備投資力、こちらが高退してきているといった雰囲気リストが動きが出てくると、当然ですね、半導体需要も低下することになりますので、ちょっとこう株価のですね、売り材料になってきやすいというところも注意が必要かなと思います。 あとはですね、この NVIDIA が手掛けている次世代チップですね、ブラックウェルっていうのがあるんですけども、これ本来第3四半期にですね、量産体制を構築して市場に供給するといった予定だったんですけども、これが第4四半期以降に後ずれするという話になってますので、じゃあ次のですね、四半期でこの遅れている次世代チップですね、これどこまで挽回できるのか、これがさらに遅れてしまうようなことになってくると、まあ、NVIDIA 株にとってはマイナスというところも心配かなと思います。 あとはですね、電力不足問題。まあ、現在はですね、あまりこうネガティブ視されてないんですけども、やはりこのデータセンターというのがですね、大量の電力を消費すると。 実際ですね、ここから先、多くのですね、データセンターが立ち上がるといったところをですね、考慮しますと、いずれの段階でですね、この電力供給不足の問題、これがですね、顕在がしてくるタイミング、こういったところもですね、注意が必要かなと思います。まあ、いずれにしてもですね、これらの視点というのは比較的、こう、中長期の視点になっていきますので、足元の株価にですね、直接今の段階では影響を与えるというふうにはちょっと考えにくいんですけども、一応こういった視点もですね、持っておくといいのかなというふうに思われます。 以上を踏まえてですね、今週のイベントスケジュールを押さえていきたいと思います。今週からですね、まあ、9月相場入りするといった形ですので、まずはですね、海外の方、9月頭というところで、週末の金曜日ですね、月初恒例の8月の雇用統計が控えているといった形になっています。 この雇用統計につきましては、8月に発表された、まあ、いわゆる7月分ですね、この内容が冴えなかったといったところと、あと失業率がですね、上昇して、いわゆるまあこの動画でも以前紹介しましたサームルール。こちらがですね、発動したということがきっかけとなって、株価急落につながったわけですので、今回発表される雇用統計でですね、改善傾向を示されてくると、前月ですね、株価急落のきっかけとなった要因一つがまあ雇用統計なんですけども、まあ、雇用統計自らがそういった流れ 収支を打てるかかどうかこういったところが注目されるのかなと思います。この他ですね、米国ではですね、ISM の製造業景況指数が3日の日。 で同じく ISM の非製造業の景況指数が5日の日に出てくるといったところもありますので、引き続きですね、アメリカの景況感と金融政策の思惑、こういったところがですね、中心に相場というのが動いてくるのかなと思います。で、国内の方なんですけれども、決算がポツポツ予定されている中で、法人企業の統計調査ですとか、あとはですね、家計調査、もう外貨準備だから、こういったところが出てくるといった流れです。 でこのほか、再び話し、アメリカに戻るんですけども、FOMC を睨んで、畜練儀のですね、経済報告書、ベージュブックが4日の日に公表されたりですとか、あとは決算ですね、いわゆるこう、ゼットスケーラーですとか、あとはブロードコムといったですね、いわゆるこう、 グロースのですね、ハイテク関連の銘柄から、あとはダラーツリーですとか、クルーガーといった消費関連、まあこういったところも決算発表してくるというところです。あとはアメリカ株市場なんですけども、本日2日ですね、レイバーデーでお休みというところで、まあ4営業日の取引になってくるというところです。この他ですね、中国の方でも、財神が発表するですね、製造業とサービス部門の PMI、こちらが発表される予定となっています。 でですね、今後の日本株見ていく上で、ちょっと注意しておきたいポイントが2つほどありますので、そちらもちょっと合わせて押さえておきたいと思います。まずですね、注意しておきたいポイントの1つ目というのが、売買代金ですで。ご覧いただいているのは日経平均の推移とですね、東証プライム市場のですね、8月のですね、急落して以降の売買代金と日経平均の動き、まあ、示しているものなんですけども、だんだんですね、この売買代金ですね、低下している傾向になって、足元ですね、ちょっと3兆円台での推移がついているという形になって 言います。 ただですね、先週末ですね、5兆円を超えてきているというところで、ちょっと取引にですね、売買が盛り上がってきたのかなというふうに思われるんですけども、実はですね、この日というのが、アメリカの株価指数ですね、MSCI のグローバルスタンダード指数、これのですね、銘柄入れ替えに伴う売買が増えたというふうに言われてますので、大体これに伴う売買というのが2兆円前後というふうに言われてますので、5兆円からざっくり2兆円を引いた3兆円ちょいというのがですね、実際のところ、この8月31日の売買代金というところで、 やはりですね、こうっさきないついてるなという形です。で、今週、来週もですね、こういった形で薄さきないついていきますと、来週末というのがこうメジャー S q になっていきますので、うさきの中でですね、ちょっと先物主導で、まあ、ちょっとまとまった売買が、まあ、成立したりすると、ちょっと株価のですね、振れ幅が大きくなるかもしれないという点がですね、ちょっとこの売買代金のうさきないと、こう先物、まあ、メジャー S q は控えている中でですね、注意が必要かなと思われます。 で、もう一つ注意が必要なのが、為替になっていきます。先ほどもですね、まあ予定のところで、アメリカの景況感、まあ金融政策の思惑、これを中心に相場が動きそうだという話しました。で、仮にですね、アメリカの発表されてくる経済指標がですね、こう悪いものがついていってしまったと、となってくると、景況感が後退して株価が下がるんじゃないか。こういった思惑も働きやすいんですけども、その一方でですね、景況感が悪いと、景気の悪化を食い止めるために、次回のですね、9月1日、 17日から18日に開催される FOMC での利下げ幅ですね。まあ、一応、現時点では0.25%の利下げが見込まれてるんですけども、0.5%にですね、利下げ幅を拡大するんじゃないか。こういった思惑もですね、今後の経済指標の動向によってはですね、高まってくる可能性もあるわけです。 となってくると、日米のですね、金利差がより縮小していきますので、為替市場にとっては円高要因となっていきますので、当然ですね、為替の円高というのが日本株の重しになるといったところも想定されるわけですので、そういったところを踏まえてですね、こちらのグラフ用意しました。で、青い線がですね、日経平均の動きで左メモリになっていきます。で、オレンジの線がドル円のレートですね、こちらは右メモリというところです。 でですね、株価が3万8000円から4万円のところ、ちょうどこの青い線がですね、3万8000円から4万円を超えるところ、ここをつけてるあたりですね。この時のオレンジの線見ていただきたいんですけども、為替レートがですね、だいたい1ドル150円以上のですね、円安だったというところを踏まえると、足元で146円とか7円ぐらいで推移していますので、ちょっとですね、円高傾向というところです。 で、まあちょっと以前の動画でも紹介したんですけども、7月に発表された日銀単価のですね、全業種、もう全規模のですね、企業のまあ想定化合わせレート、平均化すると140円77銭といったところありますので、こっから先ですね、145円をですね、上回るような円高、 これが進行してしまうと、為替がですね、業績に対するネガティブ要因として働きやすいといったところありますし、あとは株価がですね、前回4万円超えをトライした時のこう、為替水準と比べるとかなり円高といったところありますので、まあ、日本株がですね、ここから先4万円を超えていくような動きになるためには、やはり円安が進むですとか、もしくは円安以外の買い材料が求められるといったところがですね、挙げられるかと思います。いずれにしてもですね、ちょっと足元の株価というのは、この為替市場の動き、まあ、こちらにも 影響を受けやすいのかなというふうに思われます。 で、あと最後ですね、まあ、いくつか今週発表されるアメリカの決算と振り返りしていきたいと思います。まずはですね、今週の5日にまあ決算が発表されるブロードコムになっていきます。冷やしチャートなんですけども、直近ですね、6月18日の高値と7月9日の高値同士を結んだ上値ライン、ここをですね、サポートとして揉み合いがついているといった形です。途中ですね、この紫の50日同平均線ですとか、25日同平均線もですね、ちょっと株価の動きとして意識されてるなといった部分あるんです。 ですけどもちょうどですね、先週発表された NPT a と同じような形になっています。直近の上値同士を結んだライン上でですね、ちょっとこう攻防戦が繰り広げられているといったところありますので、決算を受けて、ここをベースに上振れることができるのか、もしくは下離れしてしまうのか、まあ、こういったところがですね、注目されてくるかと思います。で過去の決算を振り返っていきますと、前回決算発表したのが6月の12日なんですけども、この時はですね、決算を受けて株価が上離れしていったと。 で、その前の時ですね、3月7日に決算発表した後というのは、一旦株価が下がっていって、揉み合いがついていったといった経緯がありますので、今回はどちらのパターンになっていくのか、非常に注目されてくるかと思われます。 続いてですね、ダラーツリーです。こちらもですね、今週の9月4日に決算を発表する予定ですね、いわゆるこう小売関連の企業なんですけども、まあ、チャート見てもお分かりの通り、右肩下がりの下落トレンドを描いているというところで、特に先週ですね、窓開けで下がっているというところありますので、ちょっとですね、こう消費関連の中ではこう、負け組みって言ってしまったあれなんですけども、弱いブルーに入っていくのかなと思われます。 で、過去のですね、決算を振り返っていくと、6月と3月は決算を受けてですね、そんなに大きく反発せずに下がっていったと。で、その前の11月ですね、まあ多分クリスマス商戦の期待もあった可能性はあるんですけども、決算を受けて上がっているというところで、やはり今回もですね、9月4日の発表をされる決算で、一段安となってしまうのか、反発して速攻入れ感が出てくるのか、まあいずれにしてもですね、トレンド自体は25日と5日の平均線、右肩下がりの中でですね、これが抵抗となる形で下がっている方法、こう、 結構綺麗な下落トレンドを描いてますので、反発してもですね、この日本の移動平均線を超えられるのかどうか、こういったところもですね、注目されてくるかと思います。まあ、下段のマックリンもですね、ちょっと下向き強めてますので、まあ、注意が必要な格好となっています。でですね、このダラーズリーの先週の下落なんですけども、実は先週ですね、8月29日にですね、同業他社のダラーゼネラルですね、ちょっと名前が似てるんでややこしいんですけども、ダラーゼネラルが決算を発表して、窓開けで1ダースとなっていると、 この流れを受けてですね、先ほどのダラーツリーもですね、釣りやすしているというところあります。ですので、ある程度のですね、決算の悪化というのを先ほどのですね、ダラーツリーを織り込んでいる可能性がありますので、ちょっとやそっとのですね、冴えない決算だとすると、ちょっと悪材の出尽くしという形で株価が反発するかもしれないというところは頭の片隅に置いておいてもいいのかなというふうに思われます。このようにですね、ちょっと小氷関連弱いなというふうに見える部分あるんですけども、 反対にですね、同じこう消費関連でも強い動きを示しているものがあります。先日決算発表したウォルマートもそうなんですけども、もう一つ先週決算発表したベストバイですね。こちらもやっぱり小売関連の企業ではあるんですけども、決算を受けて一段高しているというところです。で、この動画でもですね、何度となくアメリカの消費、ちょっと余力ないんじゃないかみたいなことを言ってるんですけども、まあ、こういった企業の決算を見ていくと、決算を受けて上がっていくところとそうじゃないところ、結構この二極化が激しいとなってますので、やはりこう消費がですね、 全体的に強いか弱いかというとですね、やはりこう二極化されるというところは、強いところは強いなりに理由がある。例えば、安売り構成が、まあ、功を奏しているとか、そういったところを考えられますので、まあ、いずれにしてもですね、消費の限りというのがこの二極化にも現れ始めているのかなといった点には注意が必要かなと思われます。 で、最後ですね、この BNPL、バイナウペイレーター関連のですね、アファーム、こちらがですね、決算をまあ発表しまして、こちらは決算を受けて上昇してきたというところです。まあ、ここのところですね、ずっとこう、下落トレンドを描いていたんですけれども、赤字幅が縮小しまして、結構早い段階で、思ったよりも早く黒字化できるんじゃないかというところで株価が反発しているというところです。確かにですね、このバイナウペイレーター、BNPL というのはですね、まあ、利用者が拡大しているといったところを受けて、思ったよりも早いペースで売り上げが伸びています。 行ってで赤字ずっとついているんですけども黒字化も見えてきたというところですねちょっとこの業界自体は盛り上がってはいるんですけども BNA の利用者が増えるというところがですねちょっとこう債務問題も絡めてですね懸念材料になる可能性ありますので引き続き注意が必要かなというふうに思われます解説は以上になりますまた来週もですねこういった形でやっていきたいと思いますのでぜひともご覧いただければと思います。 またですね、楽天証券の投資情報サイト、投資しているでもテクニカル風林火山という集字、まあのレポートを毎週月曜日にアップしておりますので、そちらも合わせてお読みいただければと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。